の階段、明日からは違う場所へ続いてる。みんな誰もがちょっぴり大人の顔、それぞれのドアも止めて歩き出すよ。守られてる日常が当たり前になっていた。勝手気ままな僕たちはこれからうう大きな「それでも前を見ていたい」「空はあまりに広くて不安になるけど」「ゆっくり自分の景色を探してゆきたい」高いの樹もいつの間にか春の色に染まっている。やがて季節は巡って僕も変わってゆくのだろう。そしてまたいつかこの道歩く時その時この目の中に何が映るだろう。あの日の空は見えるかな。どんなに時が経ってもあの瞳のままゆっくり自分始めた地図の向こう側、まず最初の夢を見ながら大きく息をする。描いている